北陸新幹線県内全線開業後の並行在来線について経営計画がまとまり、利用促進策を検討する協議会を新たに設置することになりました。2024年春の北陸新幹線県内全線開業後、金沢より西の並行在来線は JR から IR 石川鉄道に経営が引き継がれます。今日は検討会が開かれ、収支の見込みや運賃水準などを盛り込んだ経営計画が決定しました。開業後は厳しい経営状況が予想され、利用促進が課題となります。将来にわたり安定的な運行と経営を確保していくため、経営計画には地域が一体となって利用促進に取り組むための協議会を新たに設置することが盛り込まれました。協議会は県や沿線の市や町、経済団体、利用者などで構成される見通しです。住民の皆さんにもね、自分たちの足なんだと、これ下手したら赤字、大赤字になったらなくなっちゃうよという危機意識というのは持ってもらえたらいいと思います。でもそうならないようにまず努力するのは県の仕事だと思います。年明けには鉄道事業許可の取得に向けた手続きが進められ、来年12月頃にはダイヤや運賃が公表される見通しです。